ポケモン色違い絵日記、2月13日火曜日。しばらく忙しかったけど、ようやく一区切りついたので、ホグワーツレガシーをやって、色違いのムーンカーフを捕まえました。ポケモン GO では、ムンナを捕まえたので、進化させました。モンスターボールプラスプラスでラブカスもゲットした。2月18日日曜日。ひっそりとやっていたマッシブーンがついに光りました。1504回目までに光ると予想してたけど1506回目でした。惜しかったです。2月22日木曜日、今日はモンスターボールプラスプラスでチョロ猫をゲットしました。モンスターボールプラスプラス、いつもありがとう。チョロ猫は剣盾で野生粘りするしかないかなと思っていたし、猫の日なのでとても嬉しいです。2月23日金曜日、翡翠ビリリ玉たちのイベント大量発生が始まったので、久しぶりにスカーレット・バイオレットを開いたら翡翠ビリリ玉はいませんでした。でもカジッチュが大量発生してて、そういえばカミツオロチの色違い持ってないなと思ったので行ってみたら、色違いに気づかずつまずきました。2月24日土曜日、今日はポケモン GO の新王ツアー。でも新王のポケモンは大体持っているので、病院に行くついでにやってたらエムリットとスカンプーとヒコザルが光りました。 SV の方ではスイビリリ玉を5匹確保しました。簡単でした。2月25日日曜日、新王ツアー2日目ではズガイドスが光りました。夜は最近よくやってる 3DS2 台プラススイッチ1台体制の色粘りをやっていたら、またヒヤップ狙いのフレンドサファリでヒヤップじゃないのが光りました。ギャラドスが光って1年らしいです。3月4日土曜日、 Twitter の色違い仲間と XY のフレンドサファリを交換してもらいました。寝る前にヒヤップ狙いで適当にやってたら10分くらいでギャラドスが光りました。驚いたけど君じゃない感が強いです。でも下戸頭だったのでマシだと思うことにしました。2月27日火曜日、ポケモンデー。せっかくなのでイベント大量発生のビリリ玉、翡翠ビリリ玉、タマゲタケの色違いを1匹ずつ捕まえることにしました。タマゲタケはギリギリセーフで捕まえました。レジェンズ ZA 楽しみだな。2月29日木曜日、今年はウルウ年なので2月29日まであります。今月中にウルトラビーストコンプリートしたかったので神剣を頑張ったけど、なかなか調子が悪くて光りませんでした。3月こそ光らせるぞ。